はい、皆さんこんにちは、たくやでございます。いかがお過ごしでしょうか。今のニューヨーク、冬真っ只中でございます。先日公開した動画でもですね、大雪直後のニューヨークっていうのをですね、動画でお見せしたんですけれども、なかなかですね、厳しい状態でございます。で、この時期正直外ロケがだいぶ厳しい状態でございますので、ニューヨークの観光名所を配信できない代わりに、今後ニューヨークに遊びに来られる方のために、なんていうんですかね、役に立つ情報とか、あとは自分のこととか、ちょっとお話しできればと思うんですけれども、きっと皆さんやっぱりこの旅に役立つ情報っていうのを多分求めてらっしゃると思うので、今回からですね、ちょっと方向を少し変えまして、旅に役立つ英会話っていうのをですね、何回かお届けしたいと思います。はい、外ロケできない代わりに英会話情報でございます。なかなかね、難しいなと思います。やっぱりこういう情報配信番組ですね。はい。というわけで、今回の動画からですね、何回か、多分3回かな、4回ぐらいになると思うんですけども、旅で使うですね、旅で使う英会話というのを、お届けしたいと思います。はい。で、きっとですね、皆さん、多分旅に来られて、まず 100% することって、レストランとか、お店に入って食事をすることだと思うんですね。で、その食事、特にレストランで使う、英会話というのをですね、ちょっと順番を追って説明をしていければなと思います。はい。やっぱり食はですね、大事でございますので、ぜひこのフレーズを覚えて、なんていうんですかね、なんかたどたどしい英語じゃなくって、なんか英語喋れます私みたいな、なんかそういうので旅を楽しんでいただければと思います。ではですね、早速ちょっと始めていきたいと思います。はい。というわけで、早速始めていきたいと思うんですけども、大体こうレストランに入ると、はいとかって言われるわけですよ。はい、How are you とかって言われるわけですよ。で、How many people って言われるとか、How many peoples とか、あと How many っていうふうに聞かれます。で、なので、その時に答えるのは、例えば一人だったら Only one とか Only me とか、そういうふうに答えてもらえればいいですし、例えばグループで行ってる時は、例えば4 peoples とか、いうふうにその数をですね、答えてあげればいいと思います。で、それが普通に入る時なんですけども、その後実際に注文ですよね。なかなか厳しいところもあるんですけども、まず普通のレストランに入ったりすると、お水をこういろいろ出してくれたりもするんですが、ちょっといいレストランで、なんて言うんだろう、そのおすすめ料理があると、Today's Special って言われるんですよ。Today's Special って今日の、特別メニューとしてこんなのがありますって、うわーって言われるわけですよ。で、それがね、やっぱなかなか聞き取るのが厳しいので、聞き取れればいいんですけれども、もし聞き取れなかったら、よっぽど興味がない限りは、OK、Thank you っていうふうに、言ってもらっていいと思います。はい。で、こう実際こうメニューをこう見るわけですよ。で、欲しいものがこういろいろ出てくると思うんですけれども、ウェイトレスさんとかウェイターの人がこうやってきて、Ready? っていうふうに聞かれるわけですよ。そう、Ready じゃないですよ、 Ready って言って、R の方でございます。で、その時に、もしもう少し時間が欲しかった場合とか、もしもう決まっていてオーダーができる時に、使える英語のフレーズっていうのがあります。それが Let me 何々とか Let us 何々っていうふうに、ちょっとここにテロップで出しますけれども、出てると出します。そういう Let us、 Let me 何々っていうフレーズがよく使います。例えばもう少し時間が欲しいときは、Let me have more time とかいうふうにも言えますし、もしオーダーが決まっていて、もう注文できるときに、Yeah, we are ready とか、Yes, I'm ready っていうふうに言っ
て、注文するわけです。で、その注文するときにも Let me っていうふうに使えるんですね。で、ちょっと2つまとめると、もしもう少し時間が欲しいときは、自分でもう少し時間が欲しいときは Let me have more time っていうふうに言えばいいですし、もしオーダーが決まっていて、注文をするときには、Let me have っていうふうに使います。Let me have 何々っていうふうに言います。例えばなんか旅の英会話集なんかで、これくださいみたいな言うときに、何々 please っていうふうに言うんですけども、その please っていうのが、なんていうんだろう、結構お願いみたいな、結構強い感じで、全然カジュアルっていう感じではないんですよ。普段普通のアメリカ人でもオーダーするときに何々 please って言ってる人って聞いたことないんですよね。なので、結構日本人の観光客の人が何々 please とかっていうふうに言いがちなんですけども、それって結構あんまりこう一般的ではないので、Let me have 何々っていうふうに言うと、非常にスムーズですね。はい。で、例えば May I have でもいいですし、あとはもう一つ言い方があって、 Can I get とかっていう言い方もあるんですけども、ただね、その Can I get っていうのは結構ね、なんていう、教育を受けてない、なんていうんだろう、結構スラングじゃない、なんか結構手なの、なんていうんだろう、そのあんまり頭のいいっていうか、スマートじゃない言い方なんですね。なので、旅の英会話でレストランとかどっかで注文するときは Let me have とか、そういうのを使うといいと思います。というか、それがいいですね。で、そうすると OK っていうふうに言われます。で、注文がし終わった後に、これじゃあこれくださいって言った後に Anything else? って聞かれるんですね。で、他に何かいるっていうふうに言われるんですけれども、その時にもしもう何もなければ、That's itっていう風に言えばいいと思います。もう that it でございますね。もう本当にそのままでは。そしたら OK っていう風に言って、そのオーダーを受けてくれます。で、料理が運ばれてくるわけですよ。いや、これねっつって、そしたらもう Thank you って一言言って、食事を楽しめばいいと思います。で、その食事を楽しんでて、例えばいっぱいなんか注文して、なんて言うんだろう、空いたお皿とかってあるじゃないですか。で、これ邪魔なんだけど、この空いたお皿っていう風に思うはずなんですよね。で、彼らって特に何も言わないとそのまま置いていくので、置いとくので、何か例えば空いたお皿を持って行ってほしいとき、その対応してくれてるウェイターさん、ウェイトレスさんに対して Could you take it away? っていうふうに言うと、OK って言って持ってってくれます。 Could you take it away? です。テロップにもちゃんと出しますので、読んでいただければと思うんですけども、これもう持ってって下げてもらえるっていう意味になります。そうすると OK って言って持ってってくれます。で、そういうふうに、食事を楽しんで、もう少しお水が欲しいとかってあれば、Let me have more some water とか、Let me have some more water っていうふうに言うと OK って言って、またお水ついてくれたりですとか、あとは結構親切なレストランだと、なんていうんですかね、もう勝手にもうグラス空いてるの分かったら、もうお水ついてくれたりとかするんですけども、もし何も対応してくれなくてお水もっと欲しいときは、そういうふうに言えばいいと思います。Let me have some more water ですね。はい。で、食事を楽しみました。最後のお会計でございます。レストランによっては結構ね、せっかちなレストランだと、もう終わった、じゃあチェックいるとかっていうふうに言います。もう最後の伝票ですね。それをもう早く出ていけと言わんばかりに置いていくやつもいるんですけども、大抵はこっちから何かアピールしないと持ってきてくれません。なので、そういう時にですね、Excuse me っていう風に呼んで、チェックプリーズ、本当それだけでいいです。それはね、チェックプリーズでもいいですし、もしくはすっごく丁寧な言い方をすると、
if you have a chance, please bring us a check とかっていうふうにも言ったりします、うん、もうあの相手に何かお願いしてるっていうところでもう please って つけるわけですね。それかあの let me have a check でもいいですし、それでもいいと思います。あの、まあ、どんな使い方もできます。はい、なので、最後のチェックの時はそのすごく丁寧に言うんであれば If you have a chance, please bring the check, please っていうふうに言ってもいいと思いますし、ただあのカジュアルに言うんであれば Let me have a check でもいいです。で、何も言わないっていうやり方があるんですね。 Excuse me っていうふうに言って、あの何でこうペンを持ったようなふりをしてこうサインをする、うこういうあの仕草があるんですよ。そうするとあの excuse me ってことで呼んでピューってこうペンを書くような仕草をすると OK って言ってあの伝票を持ってきてくれたりします。あの結構ね、僕とかはもう excuse me って呼んだ後にもうこういうふうにもうただ やってチェック持ってきてもらうことが多いですね。はい、まあそんな感じでございます。あのレストランで使う英会話でございました。あのまとめて言うと、まあ、あの一番よく使うのが Let me have とかあのそう Let us have とかそういう感じですね。そのフレーズはよく使います。で、あのこの Let me とか Let us っていうのはすごくいろんな使い方、いろんな場所で使えるので、あのぜひ覚えておいていただければと思います。なかなかね、ちょっとこう英語教師じゃないので、あのなんか実際にこう自分が普段やってる言い方しかちょっとできないんですけれども、まあ旅の英会話第1弾ということで、レストラン編を、今回の動画はお届けいたしました。役に立っていただければ幸いでございます。あのこれだけ覚えておけば多分あのスムーズに進むと思いますので、ではですね、また次回の動画では、今度は旅で使う英会話第2弾、うん、何にしましょうかね。もし視聴者さんの中でこう今度行くんだけどこういうところが不安だっていうのがあれば、あのコメント欄にですね、あのぜひいただければと思います。メッセージをいただければですね、あのそこからあの旅で使う英会話みたいな形でまた助かりますので、あのぜひそれもご協力いただけると、幸いでございます。ではですね、また次回の動画でお会いしましょう。それではまた。